せーの、お茶の間です。11月30日に発売のセカンドシングル運命ちゃ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 ん、うちらの地元は地球じゃんから、運命ちゃ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 んのミュージックビデオを見たいと思います。イエーイ。それではお願いします。お願いします。
ミュージックビデオだったと思うんですけど、じゃあミクから。はい、そうですね、なんかすごく恋愛物語がすごく見えてきてとてもドキドキしましたし、あとキュルンビームがすごく印象的でとてもいいミュージックビデオになったのではないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあロコ。はい、これは全員がペアになっているんですけど、そのストーリー性が全部あって、なんか本当に見ててもう見どころしかないなという MV だったなと思いました。はい、じゃあ久保田。そうですね、なんかいつものミュージックビデオの感じと違うというか、なんかちょっと海外風味がある感じとか、あとなんだろう、みんな男の子メンバーがちょっとイケメンすぎて、そのシーンもドキドキしちゃったのと、あとキュールンビームが最後にもなんかたくさんユギツさんと一緒にやらせていただいて、それが使ってもらえてすごく嬉しいです。はい、じゃあルリ。はい、私は北原桃ちゃんとペアだったんですけど、チケットを渡されるシーンが あって、そこがこういざこう見てみると本当に桃がイケメンすぎてちょっとやばいなって思って、でもそういうシーンはみんなの部分で他にもいっぱいあったので、いろんなところに注目してみてほしいなって思います。はい、じゃあ夏目。はい、今回は男と女ペアというか5人でペアしてるんですけど、そのペアになるまでのストーリー性がこうやってミュージックビデオで見ることができてすごく楽しかったです。はい、じゃあかなみ。はい、そうですね、今回のこのミュージックビデオはこう一つのミュージカルを見ているかのようなミュージックビデオになっていて、すごく素敵だなと思ったのと、あとやっぱりスペシャルゲストの矢口真理さんが登場してくださったりで、すごく盛りだくさんの MV になってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあもも。はい、そうですね、男女のなんかドキッとするようなシーンがすごくこう詰め込まれていて、なんかすごいキュンキュンしたなって思って、なんか皆さんにもこの気持ちを体験していただきたいなというか、体験してくださってると思うんですけど皆さんにもっとキュンキュンしてほしいなって思います。はい、じゃあひらら。はい、今回の MV は撮影の時にすごいいろんなシーンを撮ったんですけど、こうつながるんだっていうのが今初めて知れてすごい楽しいなと思ったのと、あと私ナンパ師をしているところがあるので後ろ姿しか映ってないんですけど、ナンパ師は頑張って演じたのでぜひ注目してみてください。はい、じゃあすみれ。はい、すごくミュージカルチックな MV ですごくキラキラしていて、すごく見ているこっちまですごく楽しめるようなミュージックビデオだなと思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりメンバーみんなも言っていたんですけど、本当にボーイッシュチームとガーリッシュチーム、ガーリッシュ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 ありそう、そうですね、ボーイッシュチームと、ガーリーチームがすごい分かれていて、やっぱりお互いのね、そのガーリーチーム、ボーイッシュチームのその良さがね引き立ってるミュージックビデオだなって思ったのと、あとやっぱりペアごとのその出会いのシーンとかがあるじゃないですか、そのシーンの後ろとかにちらっと他のペアが映ってたりするので、そういうところにもね注目して何度も何度も見てくださると嬉しいです。はい、これからもお茶の間の応援よろしくお願いします。以上